こんばんは、椿かなえです。 Hi, I'm かなえ椿。前回は三月期を朗読しましたが、今回はトカトントンを朗読したいと思います。 Last time I read aloud The Moon Over the Mountain, and this time I will read aloud トカトントン。トカトントンは太宰治が1947年に発表した書簡体形式の短編小説です。書簡というと手紙ですけれども、トカトントンは太宰治に届いたファンレターに着想を得て執筆されたものだそうです。さて、この背景気になってしょうがないと思うんですけれども、青森県の祭りといえばねぶたですよね。これは東日本大震災の鎮魂と復興を願って開催された東北六根祭、その6年目に私が青森に行って、青森市のねぶたの家ワーラッセで撮影した写真です。そして太宰治の出身は青森なんですよね。さらに今回のトカトントンにも青森が出てくるというわけです。そして青森での旅は本当に素晴らしくて、今回朗読が終わった後にもその旅の話を、青森の紹介をさせていただけたらと思っています。さあ、それではトカトントンの朗読を始めたいと思います。トカトントン。背景、一つだけ教えてください。困っているのです。私は今年26歳です。生まれたところは青森市の寺町です。多分ご存知ないでしょうが、寺町の清賀寺の隣に友屋という小さい花屋がありました。私はその友屋の次男として生まれたのです。青森の中学校を出て、それから横浜のある軍需工場の事務員になって3年勤め、それから軍隊で4年間暮らし、無条件降伏と同時に生まれた土地へ帰ってきましたが、すでに家は焼かれ、父と兄と兄嫁と3人、その焼け跡に哀れな小屋を建てて暮らしていました。母は私の中学4年の時に死んだのです。さすがに私はその焼け跡の小さい住宅に潜り込むのは父にも兄夫婦にも気の毒で、父や兄とも相談の上、この A という青森市から2里ほど離れた海岸の部落の三島郵便局に勤めることになったのです。この郵便局は死んだ母の実家で、局長さんは母の兄にあたっているのです。ここに勤めてからもうかれこれ1か年以上になりますが、日増しに自分がくだらないものになっていくような気がして、実に困っているのです。私があなたの小説を読み始めたのは、横浜の軍需工場で事務員をしていた時でした。文体という雑誌に載っていたあなたの短い小説を読んでから、それからあなたの作品を探して読む癖がついて、いろいろ読んでいるうちに、あなたが私の中学校の先輩であり、またあなたは中学時代に青森の寺町の豊田さんのお宅にいらしたのだということを知り、胸のつぶれる思いをしました。呉服屋の豊田さんなら私の家と同じ町内でしたから、
私はよく知っているのです。先代の太左衛門さんは太っていらっしゃいましたから、太左衛門というお名前もよく似合っていましたが、当代の太左衛門さんは痩せて、そして息でいらっしゃるから、右左衛門さんとでもお呼びしたいようでした。でも皆さんがいいお方のようですね。今度の空襲で豊田さんも全焼し、それに土蔵まで焼け落ちたようでお気の毒です。私はあなたがあの豊田さんのお家にいらしたことがあるのだということを知り、よっぽど当代の太左衛門さんにお願いして紹介状を書いていただき、あなたをお尋ねしようかと思いましたが、小心者ですからただそれを空想してみるばかりで実行の勇気はありませんでした。そのうちに私は兵隊になって、千葉県の海岸の防備に回され、終戦までただもう毎日毎日穴掘りばかりやらされていましたが、それでもたまに半日でも休暇があると町へ出てあなたの作品を探して読みました。そうしてあなたに手紙を差し上げたくてペンを取ってみたことが何度あったか知れませんけれども、背景と書いて、それから何と書いていいのやら、別段用事はないのだし、それに私はあなたにとってはまるで赤の他人なのだし、ペンを持ったまま一人で投薬するばかりなのです。やがて日本は無条件降伏ということになり、私も故郷に帰り A の郵便局に勤めましたが、こないだ青森へ行ったついでに青森の本屋を覗き、あなたの作品を探して、そうしてあなたも罹災して生まれた土地の金木町に来ているということをあなたの作品によって知り、再び胸のつぶれる思いがいたしました。それでも私はあなたのお里に突然訪ねていく勇気はなく、いろいろ考えた末、とにかく手紙を書きしたためることにしたのです。今度は私も背景と書いただけで途方に暮れるようなことはないのです。なぜならこれは用事の手紙ですから、しかも下級の用事です。教えていただきたいことがあるのです。本当に困っているのです。しかもこれは私一人の問題でなく、他にもこれと似たような思いで悩んでいる人があるような気がしますから、私たちのために教えてください。横浜の工場にいた時も、また軍隊にいた時も、あなたに手紙を出したい出したいと思い続け、今やっとあなたに手紙を差し上げる、その最初の手紙がこのような喜びの少ない内容のものになろうとは全く思いもよらないことでありました。昭和20年8月15日正午に、私たちは兵舎の前の広場に整列させられて、そうして陛下自らのご放送だというほとんど雑音に消されて何一つ聞き取れなかったラジオを聞かされ、そうしてそれから若い注意がつかつかと壇上に駆け上がって、聞いたか、分かったか、日本はポツダム宣言を受諾し降参をしたのだ、しかしそれは政治上のことだ、我々軍人はあくまでも抗戦を続け、最後には皆一人残らず自決して
持って大君にお詫びを申し上げる。自分は元よりそのつもりでいるのだから、皆もその覚悟をしておれ。いいか。よし、解散。そう言って、その若い中尉は段から降りて、眼鏡を外し、歩きながらポタポタ涙を落としました。厳粛とは、あのような感じを言うのでしょうか。私は突っ立ったまま、辺りがもやもやと暗くなり、どこからともなく冷たい風が吹いてきて、そうして私の体が自然に地の底へ沈んでいくように感じました。死のうと思いました。死ぬのが本当だと思いました。前方の森が嫌にひっそりして漆黒に見えて、そのてっぺんから一群れの小鳥がひとつまみのごま粒を空中に投げたように音もなく飛び立ちました。ああ、その時です。背後の兵舎の方から誰やら金槌で釘を打つ音がかすかにとかトントンと聞こえました。それを聞いた途端に目から鱗が落ちるとは、あんな時の感じを言うのでしょうか。悲壮も厳粛も一瞬のうちに消え、私はつきものから離れたようにキョロリとなり、なんともどうにも白々しい気持ちで夏の真昼の砂原を眺め見渡し、私にはいかなる考えも何も一つもありませんでした。そうして私はリュックサックにたくさんのものを詰め込んで、ぼんやり故郷に帰還しました。あの遠くから聞こえてきたかすかな金槌の音が不思議なくらい綺麗に私からミリタリズムの幻影を剥ぎ取ってくれて、もう再びあの悲壮らしい厳粛らしい悪夢に酔わされるなんてことは絶対になくなったようですが、しかしその小さい音は私の脳髄の金滴を射抜いてしまったものか、それ以後現在まで続いて、私は実に異様な忌まわしい転換持ちみたいな男になりました。といっても決して凶暴な発作などを起こすというわけではありません。その反対です。何か物事に感激し奮い立とうとすると、どこからともなくかすかにとかトントンとあの金槌の音が聞こえてきて、途端に私はキョロリとなり、眼前の風景がまるでもう一変してしまって、映写がふっと中絶して、後にはただ純白のスクリーンだけが残り、それをまじまじと眺めているような、なんとも儚い馬鹿らしい気持ちになるのです。最初私はこの郵便局に来て、さあこれからは何でも自由に好きな勉強ができるのだ、まず一つ小説でも書いて、そうしてあなたのところへ送って読んでいただこうと思い、郵便局の仕事の暇暇に軍隊生活の追憶を書いてみたのですが、大いに努力して100枚近く書き進めて、いよいよ今日明日のうちに完成だという秋の夕暮れ、局の仕事も済んで銭湯へ行き、お湯に温まりながら、今夜これから最後の章を書くにあたり、お姉銀の終章のようなあんな風の華やかな
悲しみの結び方にしようか、それともゴーゴリの喧嘩話式の絶望の終局にしようか、などひどい興奮でワクワクしながら、銭湯の高い天井からぶら下がっている裸電球の光を見上げた時、とかトントンと遠くからあの金槌の音が聞こえたのです。途端にさっと波が引いて、私はただ薄暗い湯船の隅でジャボジャボお湯をかき回して動いている一個の羅行の男に過ぎなくなりました。まことにつまらない思いで湯船から這い上がって、足の裏の垢など落として銭湯の他の客たちの配給の話などに耳を傾けていました。プーシキンもゴーゴリも、それはまるで外国製の歯ブラシの名前みたいな味気ないものに思われました。銭湯を出て橋を渡り、家へ帰って黙々と飯を食い、それから自分の部屋に引き上げて、机の上の100枚近くの原稿をパラパラとめくってみて、あまりのバカバカしさに呆れうんざりして、破る気力もなく、それ以後の毎日の花紙にいたしました。それ以来私は今日まで小説らしいものは一行も書きません。叔父のところにわずかながら蔵書がありますので、時たま明治大正の傑作小説集など借りて読み、感心したり感心しなかったり、甚だ不真面目な態度で、吹雪の夜は早寝ということになり、全く精神的でない生活をして、そのうちに世界美術全集などを見て、以前あんなに好きだったフランスの印象派の絵にはさほど感心せず、この度は日本の元禄時代の緒方光琳と緒方乾山と二人の仕事に一番目を見張りました。光琳のツツジなどはセザンヌ、モネー、ゴーギャン、誰の絵よりも優れていると思われました。こうしてまただんだん私のいわゆる精神生活が息を吹き返してきたようで、けれどもさすがに自分が光琳、乾山のような名家になろうなどという大それた野心を起こすことはなく、まあ片田舎のディレッタント、そうして自分にできる精一杯の仕事は朝から晩まで郵便局の窓口に座って他人の紙幣を数えていること、せいぜいそれくらいのところだが、私のような無能無学の人間にはそんな生活だってあながち堕落の生活ではあるまい。健常の王冠というものもあるかもしれぬ。平凡な日々の業務に精錬するということこそ最も高尚な精神生活かもしれないなどと、少しずつ自分の日々の暮らしにプライドを持ち始めて、その頃ちょうど演歌の切り替えがあり、こんな片田舎の三島郵便局でも、いやいや小さい郵便局ほど人手不足でかえっててんてこまいの忙しさだったようで、あの頃は私たちは毎日早朝から預金の申告受付だの、旧円の少子張りだの、ヘトヘトになっても休むことができず、ことにも私は叔父の居候の身分ですから、恩返しはこの時とばかりに、両手がまるで鉄の手袋でもはめているように重たくて、少しも自分の手の感じがしなくなったほどに働きました。そんなに働いて死んだように眠って、そうして明くる朝は枕元の目覚まし時計の鳴ると同時に跳ね起き、
すぐ局へ出て大掃除を始めます。掃除などは女の局員がすることになっていたのですが、その演歌切り替えの大騒ぎが始まって以来、私の働きぶりに異様な弾みがついて、何でもかんでもめちゃくちゃに働きたくなって、昨日よりは今日、今日よりは明日と、ものすごい加速度を持って、ほとんど反狂乱みたいな獅子奮陣を続け、いよいよ切り替えの騒ぎも今日でおしまいという日に、私はやはり薄暗いうちから起きて、局の掃除を大車輪でやって、全部きちんと済ましてから、私の受け持ちの窓口のところに腰掛けて、ちょうど朝日が私の顔にまっすぐに差してきて、私は寝不足の目を細くして、それでもなんだかひどく得意な満足の気持ちで、労働は神聖なりという言葉などを思い出し、ほっとため息をついた時に、トカトントンと、あの音が遠くからかすかに聞こえたような気がして、もうそれっきり何もかも一瞬のうちにバカらしくなり、私は立って自分の部屋に行き、布団をかぶって寝てしまいました。ご飯の知らせが来ても、私は体具合が悪いから今日は起きないとぶっきらぼうに言い、その日は局でも一番忙しかったようで、最も優秀な働き手の私に寝込まれて、実にみんな困った様子でしたが、私は終日うつらうつら眠っていました。おじへの恩返しも、こんな私のわがままのためにかえってマイナスになったようでしたが、もはや私には精魂込めて働く気などは少しもなく、その明くる日にはひどく朝寝坊をして、そうしてぼんやり私の受け持ちの窓口に座り、あくびばかりして、大抵の仕事は隣の女の局員に任せきりにしていました。そうしてその翌日も翌々日も、私は甚だ気力のない、ノロノロしていて不機嫌な、つまり普通のあの窓口局員になりました。まだお前はどこか体具合が悪いのかと、おじの局長に聞かれても薄笑いして、どこも悪くない、神経衰弱かもしれんと答えます。そうだそうだと、おじは得意そうに、俺もそう睨んでいた。お前は頭が悪いくせに難しい本を読むからそうなる。俺やお前のように頭の悪い男は難しいことを考えないようにするのがいいのだと言って笑い、私も苦笑しました。このおじは専門学校を出たはずの男ですが、さっぱりどこにもインテリらしい面影がないんです。そうしてそれから、私の文章には随分そうしてそれからが多いでしょう。これもやはり頭の悪い男の文章の特色でしょうかしら。自分でも大いに気になるのですが、でもつい自然に出てしまうので泣き寝入りです。そうしてそれから私は恋を始めたのです。お笑いになってはいけません。いや、笑われたってどうしようもないんです。金魚鉢のメダカが鉢の底から二寸くらいの箇所に浮かんで、じっと静止して、そうしておのずから身ごもっているように、私もぼんやり暮らしながら、いつとはなしにどうやら恥ずかしい恋を始めていたのでした。恋を始めるととても音楽が身に染みてきますね。
あれが恋の病の一番確かな兆候だと思います。片恋なんです。でも私はその女の人を好きで好きで仕方がないんです。その人はこの海岸の部落にたった一軒しかない小さい旅館の女中さんなのです。まだ20歳前のようです。叔父の局長は酒飲みですから、何か部落の宴会がその旅館の奥座敷で開かれたりするたびごとにきっと欠かさず出かけますので、叔父とその女中さんとはお互い心安い様子で、女中さんが貯金だの保険だのの用事で郵便局の窓口の向こう側に現れると、叔父は必ずおかしくもない陳腐な冗談を言ってその女中さんをからかうのです。この頃はお前も景気がいいと見えてなかなか貯金にも精が出るの。感心感心、いい旦那でもついたかな。つまらないと言います。そうして実際つまらなそうな顔をして言います。ヴァンダイクの絵の女の顔でなく貴公子の顔に似た顔をしています。時田花江という名前です。貯金帳にそう書いてあるんです。以前は宮城県にいたようで、貯金帳の住所欄には以前のその宮城県の住所も書かれていて、そうして赤線で消されて、その傍らにここの新しい住所が書き込まれています。女の局員たちの噂では、何でも宮城県の方で繊細にあって、無条件降伏直前にこの部落へひょっこりやってきた女で、あの旅館のおかみさんの遠い血筋のものだとか、そうして身持ちがよろしくないようで、まだ子供のくせになかなかの凄腕だとかいうことでしたが、疎開してきた人でその土地の者たちの評判のいい人なんて一人もありません。私はそんな凄腕などということは少しも信じていませんでしたが、しかし花江さんの貯金も決して乏しいものではありませんでした。郵便局の局員がこんなことを公表してはいけないことになっているのですけど、とにかく花江さんは局長にからかわれながらも1週間に一度くらいは200円か300円の新円を貯金しに来て、総額がぐんぐん増えているんです。まさかいい旦那がついたからとも思いませんが、私は花江さんの通帳に200円とか300円とかのハンコを押すたんびに、なんだか胸がドキドキして顔が赤らむのです。そうして次第に私は苦しくなりました。花江さんは決して凄腕なんかじゃないんだけれども、しかしこの部落の人たちはみんな花江さんを狙ってお金なんかをやって、そうして花江さんをダメにしてしまうのではなかろうか、きっとそうだと思うとぎょっとして、夜中に床からむっくり起き上がったことさえありました。けれども花江さんはやっぱり1週間に1度くらいの割で平気でお金を持ってきます。今はもう胸がドキドキして顔が赤らむどころか、あんまり苦しくて顔が青くなり額に油汗のにじみ出るような気持ちで、花江さんの取りすまして差し出す証紙を貼った汚い10円紙幣を1枚2枚と数えながら、
矢庭に全部引き裂いてしまいたい発作に襲われたことが何度あったか知れません。そうして私は花江さんに一言言ってやりたかった。あの例の京華の小説に出てくる有名なセリフ、死んでも人のおもちゃになるなと。キザもキザ、それに私のような野暮な田舎者にはとても言い出し得ないセリフですが、でも私は大真面目にその一言を言ってやりたくて仕方がなかったんです。死んでも人のおもちゃになるな、物質がなんだ、金銭がなんだと。思えば思われるということはやっぱりあるものでしょうか。あれは5月の半ば過ぎの頃でした。花江さんは例のごとく澄まして局の窓口の向こう側に現れ、どうぞと言ってお金と通帳を私に差し出します。私はため息をついてそれを受け取り、悲しい気持ちで汚い紙幣を1枚2枚と数えます。そうして通帳に金額を記入して黙って花江さんに返してやります。5時頃お暇ですか。私は自分の耳を疑いました。春の風にたぶらかされているのではないかと思いました。それほど低く素早い言葉でした。お暇でしたら橋にいらして。そう言ってかすかに笑い、すぐにまた済まして花江さんは立ち去りました。私は時計を見ました。2時少し過ぎでした。それから5時までだらしない話ですが、私は何をしていたか今どうしても思い出すことができないのです。きっと何やら深刻な顔をしてうろうろして、突然隣の女の局員に今日はいいお天気だなんて曇っている日なのに大声で言って、相手が驚くとぎょろりと睨んでやって、立ち上がって便所へ行ったり、まるでアホみたいになっていたのでしょう。5時7、8分前に私は家を出ました。途中自分の両手の指の爪が伸びているのを発見して、それがなぜだか実に泣きたいくらい気になったのを今でも覚えています。橋のたもとに花江さんが立っていました。スカートが短すぎるように思われました。長い裸の足をちらと見て私は目を伏せました。海の方へ行きましょう。花江さんは落ち着いてそう言いました。花江さんが先に、それから5、6歩離れて私がゆっくり海の方へ歩いて行きました。そうしてそれくらい離れて歩いているのに、二人の歩調がいつの間にかぴったり合ってしまって困りました。曇天で風が少しあって、海岸には砂ほこりが立っていました。ここがいいわ。岸に上がっている大きい漁船と漁船の間に花江さんが入っていって、そうして砂地に腰を下ろしました。いらっしゃい、座ると風が当たらなくて暖かいわ。私は花江さんが両足を前に投げ出して座っている箇所から2メートルくらい離れたところに腰を下ろしました。呼び出したりしてごめんなさいね。でも私あなたに一言言わずにはいられないのよ。私の貯金のことね、変に思っていらっしゃるんでしょ。
私もここだと思い、しゃがれた声で答えました。変に思っています。そう思うのが当然ね。と言って花江さんはうつむき、裸の足に砂をすくって振りかけながら、あれはね、私のお金じゃないのよ。私のお金だったら貯金なんかしやしないわ。いちいち貯金なんて面倒くさい。なるほどと思い、私は黙ってうなずきました。そうでしょ？あの通帳はね、おかみさんのものなのよ。でもそれは絶対に秘密よ。あなた誰にも言っちゃダメよ。おかみさんがなぜそんなことをするのか、私にはぼんやりわかっているんだけど、でもそれはとても複雑していることなんですから、言いたくないわ。辛いのよ、私は。信じてくださる？少し笑って花江さんの目が妙に光ってきたと思ったら、それは涙でした。私は花江さんにキスしてやりたくてしようがありませんでした。花江さんとならどんな苦労をしてもいいと思いました。この辺の人たちはみんなダメね。私、あなたに誤解されてやしないかと思って、あなたに一言言いたくって、それで今日ね、思い切って。その時、実際近くの小屋から、トカトントンという釘打つ音が聞こえたのです。この時の音は、私の幻聴ではなかったのです。海岸の佐々木さんの納屋で、事実、音高く釘を打ち始めたのです。トカトントン、トントン、トカトン、と盛んに打ちます。私は身震いして立ち上がりました。わかりました。誰にも言いません。花江さんのすぐ後ろにかなり多量の犬の糞があるのをその時見つけて、よっぽどそれを花江さんに注意してやろうかと思いました。波はだるそうにうねって、汚い帆をかけた船が岸のすぐ近くをよろよろと通っていきます。それじゃ湿気、空空バクバクたるものでした。貯金がどうだって俺の知ったことが、もともと他人なんだ。人のおもちゃになったってどうなったって、ちっともそれは俺に関係したことじゃない。バカバカしい。腹が減った。それからも花江さんは相変わらず、一週間か十日目くらいにお金を持ってきて貯金して、もう今では何千円かの額になっていますが、私には少しも興味がありません。花江さんの言ったように、それはおかみさんのお金なのか、またはやっぱり花江さんのお金なのか、どっちにしたって、それは全く私には関係のないことですもの。そうして一体これはどちらが失恋したということになるのかといえば、私にはどうしても失恋したのは私の方だというような気がしているのですけれども、しかし失恋して別段悲しい気もいたしませんから、これはよっぽど変わった失恋の仕方だと思っています。そうして私はまたもやぼんやりした普通の局員になったのです。6月に入ってから私は用事があって青森へ行き、偶然労働者のデモを見ました。それまでの私は社会運動または政治運動というようなものにはあまり興味がない。
というよりは絶望に似たものを感じていたのです。誰がやったって同じようなものなんだ。また自分がどのような運動に参加したって所詮はその指導者たちの名誉欲か牽制欲の乗りかかった船の犠牲になるだけのことだ。何の疑うところもなく堂々と初心を述べ、我がことに従えば必ずや何時自身並びに何時の家庭、何時の村、何時の国、否全世界が救われるであろうと大見栄を切って、救われないのは何時らが我がことに従わないからだと嘘吹き、そうして一人の花魁に振られて振られて振られ通して、やけになって交渉廃止を叫び、憤然として美男の同士を殴り、暴れてうるさがられて、たまたま勲章をもらい、中天の息を持って我が家に駆け込み、母ちゃんこれだと得意満面その勲章の小箱をそっと開けて女房に見せると、女房は冷たく、あら勲5等じゃないの、せめて勲2等くらいでなくちゃねえと言い、亭主がっかりなどという、何が何やらまるで反気違いのような男が、その政治運動だの社会運動だのに没頭しているものとばかり思い込んでいたのです。それですから今年の4月の総選挙も、民主主義とかなんとか言って騒ぎ立てても、私には一向にその人たちを信用する気が起こらず、自由と進歩党は相変わらずの古臭い人たちばかりのようで、まるで問題にならず、また社会党、共産党は嫌に調子づいてはしゃいでいるけれども、これはまた敗戦便乗とでも言うのでしょうか。無条件降伏の屍に湧いたウジ虫のような不潔な印象を消すことができず、4月10日の投票日にも、私は叔父の局長から自由党の加藤さんに入れるようにと言われていたのですが、はいはいと言って家を出て海岸を散歩して、それだけで帰宅しました。社会問題や政治問題についてどれだけ言い立てても、私たちの日々の暮らしの憂鬱は解決されるものではないと思っていたのですが、しかし私はあの日、青森で偶然労働者のデモを見て、私の今までの考えは全部間違っていたことに気がつきました。正々はつらつとでも言ったらいいのでしょうか。なんとまあ楽しそうな行進なのでしょう。憂鬱の影も卑屈のシワも、私は一つも見出すことができませんでした。伸びてゆく活力だけです。若い女の人たちも手に旗を持って労働歌を歌い、私は胸がいっぱいになり涙が出ました。ああ日本が戦争に負けてよかったのだと思いました。生まれて初めて真の自由というものの姿を見たと思いました。もしこれが政治運動や社会運動から生まれた子だとしたなら、人間はまず政治思想、社会思想こそ第一に学ぶべきだと思いました。なおも行進を見ているうちに、自分の行くべき一条の光の道がいよいよ間違いなしに触知せられたような大歓喜の気分になり、涙が気持ちよく頬を流れて、そうして水に潜って目を開いてみた時のように、辺りの風景がぼんやり緑色に煙って、そうしてその薄明のようようと動いている中を、深紅の旗が燃えているありさまを、ああその色を、私はめそめそ泣きながら、死んでも忘れまいと思ったら、トカトントンと遠くかすかに聞こえて、もうそれっきりになりました。一体あの音は何でしょう。ニヒルなどと簡単に片付けられそうもないんです。あの
とかトントンの幻聴はニヒルをさえ打ち壊してしまうのです。夏になるとこの地方の青年たちの間でにわかにスポーツ熱が盛んになりました。私には多少年寄り臭い実利主義的な傾向もあるのでしょうか。何の意味もなく真っ裸になって相撲を取り、投げられて大怪我をしたり、顔つきを変えて走って誰よりも誰が速いとか、どうせ100メートル20秒の組でどんぐりの背並べなのにバカバカしいというような気がして、青年たちのそんなスポーツに参加しようと思ったことは一度もなかったのです。けれども今年の8月にこの海岸線の各部落を縫って走破する駅伝競争というものがあって、この軍の青年たちが大勢参加し、この A の郵便局もその競争の中継所ということになり、青森を出発した選手がここで次の選手と交代になるのだそうで、午前10時少し過ぎ、そろそろ青森を出発した選手たちがここへ到着する頃だというので、局の者たちは皆外へ見物に出て、私と局長だけ局に残って簡易保険の整理をしていましたが、やがて来た来たというどよめきが聞こえ、私は立って窓から見ていましたら、それがすなわちラストヘビーというもののつもりなのでしょう。両手の指の股をカエルの手のように広げ、空気をかき分けて進むというような奇妙な腕の振り具合で、そうして真っ裸にパンツ一つ、もちろん裸足で、大きい胸を高く突き上げ、苦悶の表情をよろしく、首を反らして左右に動かし、よたよたよたと走って局の前まで来て、うーんと一声うなって倒れ、よし頑張ったぞと付き添いの者が叫んで、それを抱き上げ、私の見ている窓の下に連れてきて、用意の手桶の水をざぶりとその選手にぶっかけ、選手はほとんど半死半生の危険な状態のようにも見え、顔は真っ青でぐたりとなって寝ている。その姿を眺めて私は実に異様な感激に襲われたのです。可憐などと26歳の私が言うのも思い上がっているようですが、医師らしさと言えばいいか、とにかく力の浪費もここまで来ると見事なものだと思いました。この人たちが一等を取ったって二等を取ったって、世間はそれにほとんど興味を感じないのに、それでも命がけでラストヘビーなんかやっているのです。別にこの駅伝競争によっていわゆる文化国家を建設しようという理想を持っているわけでもないでしょうし、また理想も何もないのに、それでもお体裁からそんな理想を口にして走ってもって世間の人たちに褒められようなどとも思っていないでしょう。また将来大マラソン家になろうという野心もなく、どうせ田舎のかけっくらでタイムも何も問題にならんことはよく知っているでしょうし、家へ帰ってもその家族の者たちに手柄話などする気もなく、かえってお父さんに叱られはせぬかと心配して、けれどもそれでも走りたいのです。命がけでやってみたいのです。誰に褒められなくてもいいんです。ただ走ってみたいのです。無報酬の行為です。幼児の危うい木登りにはまだ柿の実を取って食おうという欲がありましたが、この命がけのマラソンにはそれさえありません。ほとんど虚無の情熱だと思いました。それがその時の私の空虚な気分にぴったり合ってしまったのです。私は局員たちを相手に
キャッチボールを始めました。ヘトヘトになるまで続けると、何か脱皮に似た爽やかさが感じられ、これだと思った途端に、やはりあのトカトントンが聞こえるのです。あのトカトントンの音は虚無の情熱をさえ打ち倒します。もうこの頃ではあのトカトントンがいよいよ頻繁に聞こえ、新聞を広げて新憲法を一条一条熟読しようとすると、トカトントン局の人事についておじから相談をかけられ、明暗がふっと胸に浮かんでも、トカトントン、あなたの小説を読もうとしても、トカトントン、こないだこの部落に火事があって、起きて火事場に駆けつけようとして、トカトントン、おじのお相手で晩ご飯の時お酒を飲んで、もう少し飲んでみようかと思って、トカトントン、もう気が狂ってしまっているのではなかろうかと思って、これもトカトントン、自殺を考え、トカトントン。人生というのは一口に言ったら何ですかと、私は昨夜おじの晩酌の相手をしながらふざけた口調で尋ねてみました。人生、それはわからん。しかし世の中は色と欲さ、案外の名答だと思いました。そうしてふっと私は闇屋になろうかしらと思いました。しかし闇屋になって1万円儲けた時のことを考えたら、すぐトカトントンが聞こえてきました。教えてください、この音は何でしょう。そしてこの音から逃れるにはどうしたらいいのでしょう。私は今実際この音のために身動きができなくなっています。どうかご返事をください。なお最後にもう一言付け加えさせていただくなら、私はこの手紙を半分も書かぬうちに、もうトカトントンが盛んに聞こえてきていたのです。こんな手紙を書くつまらなさ、それでも我慢してとにかくこれだけ書きました。そうしてあんまりつまらないからやけになって嘘ばっかり書いたような気がします。花江さんなんて女もいないし、でもも見たのじゃないんです。その他のことも大概嘘のようです。しかしトカトントンだけは嘘でないようです。読み返さずこのままお送りいたします。敬具。このキーなる手紙を受け取った某作家は、無残にも無学無思想の男であったが、次のごとき返答を与えた。敗北、気取った苦悩ですね。僕はあまり同情してはいないんですよ。実子の指さすところ、注目の見るところの、いかなる弁明も成立しない集大を君はまだ避けているようですね。真の思想は H よりも勇気を必要とするものです。マタイ10章28、身を殺して魂を殺し得ぬ者どもを恐るな、身と魂とゲヘナにて滅し得る者を恐れよ。この場合の恐るは畏敬の意に近いようです。このイエスのことに霹靂を感じることができたら、君の幻聴は止むはずです。夫人。ご清聴ありがとうございました。 Thank you for listening。 全く触れていなかったんですが、なんで私がトンカチを持っていたのか
お分かりいただけたんじゃないでしょうか。トカトントンを初めて読んだ時は、もう本当に衝撃を受けて、というのも、あのトカトントンという小さな何でもないような音をきっかけに、こんな展開になるんだと思った記憶があります。でも誰しもそんなトカトントンではないにしても、そんなちょっとしたことがきっかけでトラウマではないけれども、それがずっと忘れられないことってあるんじゃないでしょうか。さあ、それでは最後に旅の話を、青森の紹介をさせていただきたいと思います。その時私は東北六根祭のために青森を訪れたんですけれども、その他最初のねぶたの家はラッセ、そしてそれから、ね、トカトントンでも出てきましたけども、三内丸山遺跡、そしてそれから青森県立美術館、ここも素晴らしかった。背景の写真にも使っているんですが、青森県という作品名なんですよね。そしてそれから旧友がいる関係で三沢基地、そしてそれから十和田市現代美術館、そしてそれから奥入瀬の渓流、ここはもう本当に美しくて、川ガラスというなかなか取れない鳥が間近にいてくれたりしたんですけれども、そしてそれから十和田湖、ここで現代的なデザインのこけしを買いました。そしてそれから弘前市ですね、ここは本当に立派な洋館がたくさん残っていて、あとはフライングウィッチというアニメの聖地でもあるんですね。そしてそれから最後に白神山地、これはもう端っこの方ですけれども、なんとか訪れました。ここも本当に美しい緑が広がっていましたね。このようにして青森県を一回りしたような旅でした。私は近年何かと東北にご縁があるんですけれども、まあ、撮影なんかもそうなんですが、皆さんもぜひ東北はいいぞということで旅してみてはいかがでしょうか。旅できるようになるといいですけどね。はい、それではこれで今回の朗読を終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。椿かなえでした。よろしければぜひいいね、コメント、チャンネル登録いただければ本当に嬉しいです。Thank you for watching. Don't forget to like the video or make a comment or subscribe to my channel. I'd be really glad. こんばんは、かなえです。今回は三月期を朗読していきたいと思います。三月期はきっと多くの人が国語の教科書で見たことがあるんじゃないでしょうか。三月期は中島敦が1942年に発表した短編小説です。そのあらすじは今回朗読していく中で思い出していただけたらと思うんですが、その内容はきっと大人になってから見ると結構胸に来るものがあるんじゃないかなと思います。そしてなぜ今回朗読しようと思ったのかについてなんですが、実は私この三月期をもう7年くらいもう前に一度朗読したことがありました。そして最近その懐かしいまた音源データが出てきまして、で、まあ、それをそのまま使ってっていうのもちょっと面白くなかったですし、何より音響的にも今よりも未熟だったと思いますし、今回改めて
まあ、VTuber じゃないですけれども、としても撮り直してみたいなと思った次第です。なので、まあ、朗読というジャンルは実はあるんですけれども、まあ、今まで聞いたことが触れたことがないような方も多いと思いますので、これをきっかけとして、あとはまた三月期自体について、まあ、学校でまさに今もしかしたら国語の授業で扱っている人もいるかもしれませんね、まあ、そういった意味で幅広く聞いていただけたらなと思います。それでは朗読の方を始めていきたいと思います。三月期。老妻の李朝は博学才栄、天保の末年若くして名を古坊に連ね、ついで高難医に干せられたが、性見解自ら頼むところすこぶる厚く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾ばくもなく官を退いた後は、古山閣略に気がし、人と交わりを絶ってひたすら思索にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは、鹿としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活は日を追うて苦しくなる。李朝はようやく焦燥に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち骨火入れ眼光のみいたずらに軽々として、かつて紳士に東大した頃の豊胸の美少年の面影はどこに求めようもない。数年の後、貧窮に耐えず妻子の衣食のためについに節を屈して再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か高位に進み、彼が昔動物として滋賀にもかけなかったその連中の家名を廃さねばならぬことが、往年の春斎李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、狂敗の性はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿った時、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何か訳のわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山野を捜索しても何の手がかりもない。その後李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、観察御史陳軍の袁さんという者、勅命を報じて霊南に仕えし、道に昭王の地に宿った。次の朝、まだ暗いうちに出発しようとしたところ、エキリが言うことに、これから先の道に人食いドラが出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。袁さんはしかし共回りの多勢なのを頼み、エキリの言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに
林中の草地を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎はあわや燕さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだったと繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に燕さんは聞き覚えがあった。恐怖の中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友李朝氏ではないか。燕さんは李朝と同年に秦氏の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。温和な燕さんの性格が俊俏な李朝の政情と衝突しなかったためであろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって低い声が答えた。いかにも自分は老妻の李朝であると。燕さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休活を除した。そしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた。李朝の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君に威風堅炎の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今図らずも故人に会うことを得て、忌憚の念をも忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時燕さんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて、少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行列の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、旧友の消息、燕さんが現在の地位、それに対する李朝の祝辞、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤調で、それらが語られた後、燕さんは李朝がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。宗忠の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て助水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してからふと目を覚ますと、戸外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を追うて走り出した。無我夢中で駆けてゆくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地を掴んで走っていた。何か体中に力が満ち満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先や肘のあたりに
毛を生じているらしい。少し明るくなってから谷川に臨んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中でこれは夢だぞと知っているような夢を自分はそれまでに見たことがあったから。どうしても夢でないと悟らねばならなかった時、自分は呆然とした。そうして恐れた。まったくどんなことでも起こりうるのだと思うて深く恐れた。しかしなぜこんなことになったのだろう。わからぬ。まったく何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きてゆくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来、今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ、一日のうちに必ず数時間は人間の心が返ってくる。そういう時にはかつての日と同じく人語も操れれば、複雑な思考にも耐えうるし、軽所の尚句をそらんずることもできる。その人間の心で虎としての己の残虐な行いの跡を見、己の運命を振り返る時が最も情けなく恐ろしく憤おろしい。しかしその人間に帰る数時間も、日を経るに従って次第に短くなっていく。今まではどうして虎などになったかと怪しんでいたのに、この間ひょいと気がついてみたら、己はどうして以前人間だったのかと考えていた。これは恐ろしいことだ。今少し経てば、俺の中の人間の心は獣としての習慣の中にすっかり埋もれて消えてしまうだろう。ちょうど古い宮殿の礎が次第に土砂に埋没するように、そうすればしまいに俺は自分の過去を忘れ果て、一匹の虎として狂い回り、今日のように道で君と出会っても友と認めることなく、君を裂き食ろうて何の悔いも感じないだろう。一体獣でも人間でも元は何か他のものだったんだろう。はじめはそれを覚えているが、次第に忘れてしまい、はじめから今の形のものだったと思い込んでいるのではないか。いや、そんなことはどうでもいい。俺の中の人間の心がすっかり消えてしまえば、おそらくその方が俺は幸せになれるだろう。だのに、俺の中の人間は
そのことをこの上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全く、どんなに、恐ろしく、悲しく、切なく思っているだろう。俺が人間だった記憶のなくなることを、この気持ちは誰にもわからない。誰にもわからない。俺と同じ身の上になったものでなければ。ところでそうだ。俺がすっかり人間でなくなってしまう前に、一つ頼んでおきたいことがある。エンさんはじめ一行は、息を呑んで、総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来、詩人として名をなすつもりでいた。しかも、行未だならざるに、この運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編。もとよりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところでそのうち、今もなお希少せるものが数十ある。これを我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の功説は知らず、とにかく賛を破り心を狂わせてまで、自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは、死んでも死にきれないのだ。エンさんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗々と響いた。長短およそ30編、格調高雅、一種卓逸。一読して作者の際の非凡を思わせるものばかりである。しかし、エンさんは、感嘆しながらも、漠然と、次のように感じていた。なるほど、作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、どこか、非常に微妙な点において、欠けるところがあるのではないか、と。休止を吐き終わった李朝の声は、突然調子を変え、自らをあざけるかごとくに言った。恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の詩集が、長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男を。エンさんは昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。エンさんはまた狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。
時に残月、光冷ややかに。白露は地に茂く。樹冠を渡る冷風はすでに暁の近きを告げていた。人々はもはや事の機位を忘れ、祝然としてこの詩人の発行を嘆じた。李朝の声は再び続ける。なぜこんな運命になったかわからぬと先刻は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。人間であったとき、俺は努めて人との交わりを避けた。人々は俺を虚豪だ、尊大だと言った。実はそれがほとんど羞恥心に近いものであることを人々は知らなかった。もちろん、かつての教頭の記載と言われた自分に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであった。俺は詩によって名をなそうと思いながら、進んで死についたり、求めて死友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといってまた、俺は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に我が臆病な自尊心と尊大な羞恥心とのせいである。己の玉にあらざることを恐れるがゆえに、あえてコックして磨こうともせず、また己の玉なるべきを半ば信ずるがゆえに、ろくろくとして河原に伍することもできなかった。俺は次第に世と離れ、人と遠ざかり、憤懣と残意とによって、ますます己の内なる臆病な自尊心を買い太らせる結果になった。人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが各人の正常だという。俺の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これが俺を損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては俺の外形を核のごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。今思えば、全く俺は俺の持っていたわずかばかりの才能を空飛してしまったわけだ。人生は何事をもなさぬにはあまりに長いが、何事かをなすにはあまりに短い、などと、口先ばかりの稽古を浪しながら、事実は、才能の不足を暴露するかもしれないとの卑怯な危惧と、コックを厭う怠惰とが、俺のすべてだったのだ。俺よりもはるかに乏しい才能でありながら、それを僭越に磨いたがために、堂々たる歯科となった者がいくらでもいるのだ。虎となり果てた今、俺はようやくそれに気がついた。それを思うと、俺は今も胸を焼かれるような悔いを感じる。俺にはもはや人間としての生活はできない。たとえ今、俺が頭の中でどんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、俺の頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。俺の空飛された過去は、俺はたまらなくなる。そういう時、俺は、向こうの山の頂の岩に登り、
空国に向かって吠える。この胸を焼く悲しみを誰かに訴えたいのだ。俺は昨夕もあそこで月に向かって吠えた。誰かにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし獣どもは俺の声を聞いて、ただ恐れひれ伏すばかり。山も木も月も梅雨も、一匹の虎が怒り狂ってたけっているとしか考えない。天に踊り地に伏して嘆いても、誰一人俺の気持ちを分かってくれるものはない。ちょうど人間だった頃、己の傷つきやすい内心を誰も理解してくれなかったように、俺の毛皮の濡れたのは夜露のためばかりではない。ようやく辺りの暗さが薄らいできた。この間を伝ってどこからか行革が悲しげに響き始めた。もはや別れを告げねばならぬ、酔わねばならぬ時が、虎に帰らねばならぬ時が近づいたからと李朝の声が言った。だがお別れする前にもう一つ頼みがある。それは我が妻子のことだ。彼らはまだ閣略にいる。もとより俺の運命については知るはずがない。君が南から帰ったら、俺はすでに死んだと彼らに告げてもらえないだろうか。決して今日のことだけは明かさないでほしい。厚かましいお願いだが、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも道途に祈祷することのないように計らっていただけるならば、自分にとって温厚これに過ぎたるはない。言い終わって総中から同国の声が聞こえた。縁もまた涙を浮かべ、喜んで李朝の意に添いたい胸を答えた。李朝の声はしかしたちまちまた先刻の自嘲的な調子に戻って言った。本当はまずこのことの方を先にお願いすべきだったのだ。俺が人間だったなら、飢え凍えようとする妻子のことよりも己の乏しい修行の方を気にかけているような男だから、こんな獣に身を落とすのだ。そうして付け加えて言うことに、縁さんが霊南からの帰途には決してこの道を通らないでほしい。その時には自分が酔っていて友を認めずに襲いかかるかもしれないから。また今別れてから前方百歩のところにあるあの丘に登ったら、こちらを振り返って見てもらいたい。自分は今の姿をもう一度お目にかけよう。優に誇ろうとしてではない、我が醜悪な姿を示してもって再びここを過ぎて自分に会おうとの気持ちを君に起こさせないためであると。縁さんは草むらに向かって年頃に別れの言葉を述べ、馬に上がった。草むらの中からはまた絶えざるがごとき悲求の声が漏れた。縁さんも幾度か草むらを振り返りながら涙のうちに出発した。一行が丘の上に着いた時、彼らは言われた通りに振り返って先ほどの林間の草地を眺めた。
たちまち一匹の虎が草の茂みから道の上に踊り出たのを彼らは見た。虎はすでに白く光を失った月を仰いで、二声三声奉公したかと思うと、また元の草むらに踊り入って、再びその姿を見なかった。ご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。三月期、忘れていたつもりが、聞いてみると意外と思い出してくる、そんな方も多かったんじゃないでしょうか。あと最初に言った大人になってから見ると胸に来るものがあった方も多いんじゃないでしょうか。特に何かをなさんとして頑張っている皆さんでしたら、きっと物語の時代や境遇、立場なんかは全く違えど、現代でも通じるものがあると思います。さて、今回まあ朗読をやってみたんですけれども、まあ、今歌を歌ってみたり、時に俳句を読んでみたり、そんな企画も見られますけれども、こういった朗読をするっていうのもまた一つ面白いんじゃないかなと思いました。まあ、ただまあどうしてもこうやってまあ文字が多かったり長くなってしまったりしがちかなとは思うんですけれどもね、まあ、それでいうとまあちょっとノベルゲームなんかも実況するのは難しいかなとは思いますけど、まあ一つ の, あの お, たおためあお試しとして、試みとして、まあ少しでも楽しんでいただけたら幸いでございます。それでは今回はこれで終わりたいと思います。椿かなえでした。ありがとうございました。それでは。